小さい頃からずっと仲のいい友達がいた。性格はバラバラだけど、4人で一緒にいると楽しくて、すごく気が合って。だから私がバンドをやってみたいって言った時も、みんなすぐにいいよって言ってくれて。初めて練習した帰りに見た星空はすごく綺麗だった。バンドって初めてだったけど、みんなと演奏できてすっごく楽しかった。まあ結構やりがいあったね。そうだね。最後はヘトヘトになっちゃったけど楽しかったね。みんなありがとう。私がミクの曲をバンドでやってみたいなんていきなり言い出したのに付き合ってくれて。それでそのみんなが良ければまたやりたいな。うん、またやろうよ。明日も明後日も4人でバンドの練習しようね。うん。あれ、今流れ星？あ、どこどこ？ねえ、公園のジャングルジムに登って見てみようよ。あ、また流れた。わー、綺麗。あ、そういえば今日って流星群が見られる日だったね。朝ニュースでやってたよ。へえ、そうなんだ。じゃあもう少し待ってたらもっとたくさん見られるのかな。もっとたくさん、きっと綺麗だろうな。さっきどうしたの？ずっとこんな風だったらいいなって思って、みんなで遊んでたっくさんおしゃべりして、帰り道に星見たりして、そんな風にずっとみんなと一緒にいられたらいいなって。そうだね、私もそう思う。私も。うん、そうだ、私家から双眼鏡持ってくるよ。製図もあるし、みんなで見ない？そんなのあるんだ、面白さ。じゃあ帰って楽器置いてからまたここに集合しよう。うん。私たちはずっと友達なんだって思ってた。ずっと一緒にいられるって、そう思ってた。中庭にいるの、ほなみ？スケッチブック持ってるし、語源、美術の写生なのかな？あ、こっち見た。いちかちゃん。そこにいるのは志保？一花？あ、その志保、今日もベース持ってるんだね。これから練習しに行くの？そうだけど。そうなんだね。私もう行くから。あ、志保。
今日もうまく話せなかった。いつからこうなっちゃったんだろう。ほなみとしほとギクシャクして、さきもずっとこのままなのかな。話せないまま卒業してバラバラになって、そんなの。これミクが歌ってる MV だ。すごいな、ミクは。昔からずっとどんな風にでもなれて、すごく自由で、私とは全然違うな。うん、ギターケースほこりかぶっちゃってる。でももう弾くこともないのかな。みんなでバンドやってずっと一緒にいようって約束したけど、もう。え、今光ったのってスマホ？それにしてはずいぶん眩しかったけど、あれ、この曲なんだろう。アンタイトル？あ、何？眩しい。あれ、ここはどこかの学校の教室？さっきまで部屋にいたはずなのに、どうして？世界へようこそ。え、誰って、ミク？うん、そうだよ。はじめましてだね、いつか。嘘、そんなことあるわけ。それに、どうして私の名前を？それは、この世界がいつかたちの思いで生まれた場所だからよ。ルカも？これって一体。驚かせてごめんなさい。でも心配しないで。私たちはこの世界で、あなたたちを手伝うためにいるの。私たちを手伝う？そう。世界で本当の思いを見つけてもらうために。本当の思いを見つけられたら、その思いから歌が生まれるから。だから私とルカはいちかに、いちかとみんなに本当の思いを見つけてほしいんだ。私とみんなって？うん、いるでしょ。いちかには大切な友達が。みんなで遊んで、たっくさんおしゃべりして、帰り道に星見たりして、そんな風にずっとみんなと一緒にいられたらいいなって。ううん、なんでもないよ。私もう行くから。でも、もうみんなは。それにさきも。大丈夫だよ、いちか。いちかたちはきっと同じ思いを持ってる。え？だからまたここで会えるよ。そうね、私たちは世界で待ってるから、今度はみんなも一緒にね。それって一体どういう。ねえミク、ルカ。私、寝てた。いつの間に。なんだか不思議な夢だったな。もう外暗くなってる。ずいぶん寝ちゃってたんだ。あ、今日は星がよく見えるな。あ、星、綺麗。うん、
今日はやけによく見えるな。星なんて久しぶりに見た。新色のリップ変えてよかった。明日からつけていこうっと。久しぶりに学校行けるの楽しみだな。いっちゃんたちびっくりするかな。あ、うわー、今日すっごい星。あ、今の流れ星？昔みんなで見たな、流星群。あの時の空、すっごく綺麗だったな。あ、また流れた。じゃあせっかくだし、お願いしておこうかな。また4人で一緒に綺麗な流星群が見られますように。